おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日はめちゃくちゃいい天気だね。雲一つありません。それでは現在の我が家はこうなっております。今日もこれから解体が始まります。今日はどこまで壊れるか。今日の朝ごはんは卵かけご飯。いい感じに崩れずに割れました。まあどっちみち崩すんだけどね。ね、今日のご飯は炊きたてでございます。最後の卵だからね。立ち回ね。最近ゴルフ行ってないから卵買ってこないしね。ぜひ卵をあげたいって皆さんここにご一報。ここってどこだよ。じゃあいただきます。味噌汁出すね。はい。はい、お昼になりました。今日のお昼はチン飯の、チン飯ってなんか言い方よ。あんかけ中華焼きそば。うん、熱そうだな。まあ熱いわね。そうしいただきます。本日もお仕事終わりました。仕事後の定点観察、建物が全部というか外側の壁だけ残して真ん中全部なくなりました。今この辺に残ってるのが前の僕の YouTube を編集してた部屋の和室の、床の間部分だけですね。いや、綺麗さっぱりなくなりました。はい、お仕事終わって今日は外食でーす。最近焼肉食べてないんで焼肉食べに来ました。今日は焼き屋さんにやってきましたよ。久しぶりに来る焼肉屋さんでーす。港の焼き屋さん、めっちゃいい匂い。今日は焼肉でいい。メニューがこんな感じ。はい、ここも七輪で焼く焼肉屋さんになります。メニューこんな、なんか焼き屋ウォーカーっていうメニューになってますね。そう、ね、できるやん。見ればだと思って、してればだと思って。はい、早速焼いていきます。なんだ、いい匂いだな。あれ、もう全部どうしたの。は、早いな。だって少ないんだ。ちょっと悲鳴が上がっておりますが、隣の席からめっちゃうまそう。はい、ご飯は昔話風でっかいね。めちゃくちゃでかい。はい、焼き屋さんの名物地獄ホルモン。なんか昔よりサイズダウンした。もっといっぱいあった記憶あるんだけど、これ基本的には上の真っ赤なの全部唐辛子。意外に辛くないんだよね。そうなの。うん、今和牛カルビを焼いております。ちなみに母ちゃんが1個だけフライングで焼いた、地獄ホルモン。真っ赤っか。はい、炙りユッケお願いします。これどうやって食べたらいいですか。卵を包んでいただいて一口で。あ、これ一口でいくの。すげえな。わかりました。いただきます。はい、包んでみました。それではいきよう。一口でいけるのでいただきます。めっちゃでかいけど、すごいね。うん、うん、うん、なくなった。あ、なくなったね、なくなったね、うん、はい、地獄ホルモン本格投入。いや、もうこれはもうこのまま触らず焼けるまでこのまんま。はい、締めは焼き屋特製ラーメン。辛そう。めっちゃ大根入ってるけど辛そうだけどうまそう。スープだけでもいい。はい、これ今大根1個食べたけど大根めっちゃうまい。だし染みて最高。
うん、うまいわ。そんなに見た目ほど辛くないし、出汁が一番くる。あ、いいね。うん、美味しい。母ちゃん、この地獄やばい。地獄ホルモン、美味しいよ。美味しい、美味しい。肉串、炙り入ります。味付けはイカとなりますね。かけてくれるの。完成。刻みわさびいただきます。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、ありがとうございます。それではタケが今から肉寿司の実食に入ります。まだ暑いかな。全然熱くないよ。落ちるよ。どうですか。辛い。味が濃い。もういらん。うん、辛い。ちょっと僕が食べるシーン撮り忘れましたが、子供にはねちょっとね、ちょっと最後に辛みが来る。なんかね、味が濃かったの。うん、味が濃い。肉はね柔らかいね。うん、超柔らかい。美味しかった。大人には美味しかった。子供にはちょっと大人の味する。はい、食事終わりました。美味しかったね。お家帰ります。地獄なんちゃら私好きだった。地獄ホルモンね。ちょっとレバーは若干によったかな。あ、そう、お腹いっぱい。はい、引っ越しで行方不明だったスリーピオンやっと設置できました。ちょっとね、このベッドの横のなんていうんだ、サイドテーブルがないんで、まあ直接ね、ここに置く形になりますが、こうね、こうスイッチ入れれば、こんな感じで音楽も流れて、ちょっとまだ上にね、アロマ乗せてないですけど、ちょっともういいか。とりあえずこんな感じでね、設置も完了しました。それでは今日は快眠できそうです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。